ルーマニアのモレニ油田油田とは地下に採掘可能な石油を埋蔵している地域のことである。石油を含む地層は油層と呼ばれ広範囲に分布することが多いため陸上あるいは海上に設置した複数の油性により石油を採取する。地球全体では陸上、海上を問わず4万箇所を超える油田が点在している。世界最大の油田は サウジアラビアのガワール油田とクウェートのブルガン油田で、共に埋蔵推定量600億バーレル以上である。油田の位置と、その埋蔵量は、近代以降、各国の紛争の原因の一つとなっている。油田の設備としては、原油やガスを採取する油性、採取した油を輸送する、パイプラインなどの設備がある。油田は、既存の都市などから離れた地域や海上にあることも、多いため、 採掘作業を行うにあたっては、作業員に対する生活、資材の補給をすることが重要となる。採掘施設には水、電気をはじめ居住設備を整備する必要があるため、一つの集落の様相を示す。会社には採掘施設全体の建設、管理を担当する部門がある。隣立する米国の油性ポンプインドの洋上油田ボーリングによって、地下の構造を調査する。油田は、 廃車構造になっているところに輸送ができる。多孔室の岩石に原油が存在する。音響や人工地震による振動の電波を捉えることで調査する。地震波トモグラフィーも使用される。現在では海洋油田開発が増えつつある。敷屈中に炎上した BP の掘削装置油田における火災は大きな損害をもたらす。戦争や掘削中の天然ガス突出事故。 人為的ミスや施設の老朽化に伴い発生し、周囲の採掘機能まで麻痺させる上、深刻な環境破壊を招くこともある。消火にあたっては、キャッピングといって油田にクレーンで蓋をする方法や、リリーフウェルを新たに掘削して、水や薬剤を大量注入する方法や火薬等を爆発させて、爆風や酸欠環境を利用する手段が取られる。湾岸戦争やイラク戦争では、 油田が爆破、放火され炎上したため、二酸化炭素などのガスを吹き込んで消火した、カナダアルバータ州のペンビナ油田の空中写真。ありがとうございます。